おはようございます。ビリードテコンドークラブ安田です。もう年末ですね。コメントの方に質問が来ました。女性や子供でもできるなんかおすすめのトレーニングありますかっていうことなんですけども、一応いくつかあるんですけど、今回はですね、冬休みの宿題ということでちょっと動画撮って、でこれはみんなに送ってですね、でその宿題内容を実施してもらって、まあ、動画で送ってもらおうと思ってます。この冬休みの間、しばらく1週間ちょっとの間何もやることないと思うんで、何もこれやってねって言わなかったら多分ね、やらないと思うので、ちょっとこう課題を2つ出しました。このチャンネルでは、主にテコンドーの技の解説だったり上達法だったりを紹介しています。よかったらですね、チャンネル登録していただいて過去の動画を漁ってみてください。またリクエストにもお答えしています。こういう技ね、上手くなりたいんですけど、もっと上手くなりたいんですけどどうしたらいいですかとか、なんかいい上達方法ありますかっていうのにもお答えしているので、リクエストありましたらどんどん送ってください。で、僕が思ういい宿題の条件っていうのは、やっぱりその宿題やる前と後でちゃんと変化が起きるものが、いい宿題だと思います。どんな課題かっていうとこんな感じになります。どうぞ。シャラ君お願いします。冬休みの宿題発表します。フラフープね。まず、このフラフープ使うんですけど、とりあえずやり方見てください。これ足にかけますね。いい？で、これをこうやって足で回せるようにしてください。こんな感じで、まあ30回ぐらいかな。で、逆回しもね、僕、今どっち回したっけ、こっちも回せるし、よいしょ、反対側も、これを両足でできるようにしましょう。いいですか。これともう一個ね、足を伸ばしますね。で、これでスクワット、片足スクワット、これをですね、最低5回最低5回連続できそうな人、できそうな人、じゃあこれとりあえずやってみたい人、できるかどうか分かんないけど、おカイトやってみよう、やってみよう。ねえ、意外と難しいですね、これね。こういう感じね。なんかロープとか、まあみんな帯があるから帯でいいでしょ。で、こうやってかけて回しても同じです。これは何の筋肉ですか。どんな蹴りの筋肉ですか。そうやね、こういうやってみて、やってみて、だいたい OK なんですけど、何がダメかっていうと、形が汚い。こう綺麗にやって、綺麗なフォームでちゃんと横向きでこうやってできるし、ということでこの2つ宿題です。できたらこれを動画を送ってくださいね。30回ぐらい目安にしてください。でこの片足スクワットはこれ5回を目安にできるようにしてください。5から10ね。あ、1回できましたね。はい、はい、以上です。ありがとうございました。せーの。